はい、続きをやっていこうと思います。ちょっといろいろ回ってほとんどクリアにしてみましたそしたら、まあ今明るくなってる範囲しかね今んとこ行けなくて、この先進むにはここに、メインストーリーを進めなきゃいけないんで、先にこのサブクエとかをやっていきたいと思います。そして服装自由に変えられるんで、ね、外出てもこのまんまの服なんだけど、あのメインストーリー進めようとしたら着替えてくださいって出たあの水着のイベントで着なかった方を着てみてます。エアリスたちいないけどね、エアリスたちもちょっともう一個の方着させま、あ、遠くの方にいたわもう一個の方着させました。というわけで先に進むか。あのジーナンのさ、ジーナンのやつやりたい。はい、マッスル合宿場。うわー、マッスルしてんなみんな、マッスルしてんな。これなんか、あ、たまになんかさ、ヨガとかこうクラウド参加したりするけどしないんだねなんか暑いな。このクエスト誰だろう、ティファかな。やっぱなんか遊べるギミックはないんだね。どこだ、ジーナ。おお、よく来たねクラウド君。あ、やっぱティファか。こうやって年に一度潮風と太陽を浴びて筋肉に磨きをかける合宿をしてるんだ潮風と太陽を浴びる必要あるの？はい、実は最近トレーニングできてなくて。あ、うずうずしてた。ティファ君ならいつでも大歓迎だよ、好きに鍛えていってくれたの。いや、これは成功させたい。ぜひお願いします。ティファの好感度のために。クラウド君、筋トレに大事なものが何かわかるかい？筋トレに、あ、時間制限ないな。食事、気持ち、トレーニング器具。気持ちかなそうだね、何事も気持ちが大事だよね。でもそこは心配していないよ、僕たちの筋トレにかける情熱は本物さ。本物。それじゃ本題に入ろう。え、正解なんだったんだろう。頼みというのは他でもないトレーランでも同じような開始されそうだな。退治してもらいたいんだ。なるほどね。いいだろう。わかった。ありがとう。ミニゲームとかじゃなかった。安心してトレーニングができる環境というのも筋トレには大事だからね。助かるよ。モンスター退治4って出てる。まあ、前回リメイクの時にさ、スクワット対決みたいなのやったから、今回はないのか。そうだね。体を動かしたいって思ってたから嬉しくて。あ、子供の頃とは別人だどんな子だと思ってたの？これあれだね、エアリスであのデートイベントあったけど、クラウドも、あ、じゃない、ティファともデートイベントあるじゃないか。デートと呼んでいいのかわからない、普通に仲間引き連れてるけど。あ、いるぞ敵が。お、え、ちょっと待って、なんか全然さ敵に当たんないんだけど力を貸してくれ、見えない、やばい、うわ、痛すぎ。なんか呼んでるこいつ。あ、てかさ、今思ったけどさ、あ、やばい、クラウドがおねんねしちゃってんのか。こいつ初めて戦うやつじゃない、今思ったけど。どういった、クラウド起こせないのこれ。いた寝てしまったじゃん。どこ敵どこ。こいつだって攻撃しづらいな。バーストしたなんかしないけど外しはしない
げ場はないぞ。よし、スターダストレイするぞ。おーい、クラウド、バーストした。早く起きろクラウド。そしてあれだ、ミヤブルをさ集合とか、何集合させんなよ。ブリザードが弱点なのか、間違えた。これでもうちょいで、これこいつ、あーなんかまた援軍、援軍やめろ、援軍なめろ。私が仕留める。捕らえ。注目。誰かさ、ブリザード使えなかったっけ？使えない。あ、ブリザード使えるぞ。死まで凍えろ。よし、あとあいつだけだ。やる。頼む。よし。ここで仕掛け。手を貸せ。オッケー。やっぱりシンプルにステーキかな。何の話？あ、ごめん。筋トレの後ならどんな料理がいいかなって考えてた。セブンスヘブンのメニューはティファが考えたのか？前のオーナーからの引き継ぎと半々くらい。もっと食べておけばよかった。え？うん。食べてほしかったな。そんな会話しちゃうの？なんかムズムズするな。あ、これここが戦闘場所だよってことね。いるね。これさ、あいつをとにかく最初にやらないといけないね。やばい、危ない。で、サンダー、いや、ブリザラをこいつにやってもらう。続け、寒いだろう。手を貸せ。分かった。よし、ここでフレイバーして、仕掛けどうだ、落ちろ。よし、バーストした。今だ、決めてやれ。このまま行くよ、終わりにするぞ。いけー、星をスターダストレイ。よし、姉妹だ。消えろ。祈り、変化をつけよう。祈りやってほしい。あれ、祈りやった。慎重に行こう。今か。よし、ねえ、クラウドは好き嫌いって言う？確かにないな。軍では許されない。実は私結構あったんだ。え、そうなの？意外だな。かわいい。でもほとんどなくなった。好き嫌い、スラムでも許されないからね。カニはどうなんだ？カニ苦手なんだ。俺も嫌いだ。あ、嫌いなの、クラウド。まあ我慢してたってことか、軍では許されないから。クラウド好き嫌い結構ありそうだよね。人参とか食べれなさそう。ジョシュアと一緒で人参。次あそこか。このやっぱコマンダーを最初に、コマンダーを最初にやらないとね。やばい、飛ばすな。危ない。ああ危ねえ、危ねえ。あ、待ってよ、レッドサーティーンがブリザラをコマンダーにしていただいて。よし、レバー、もうちょっとで。よーし、レバー、もう一回やるか。レバー、よし、倒した。あとはこいつら倒すだけだな。批判にして、限界を超える。終わりだ。祈り、スターダストレイ。オーバーシュした。無茶はするな。やってやる。頼む。力を貸そう。行くぞ。分かった。消え失せろ。これで終わない。終わんないよ。頑張るね。ねえ、よし。軍隊の食事ってどうだった？
栄養バランスは考えられていたんだと思う。ただ味は、良くなかったんだ。クラウド顔なあティファ、ん、子供の頃に食べていたものってずいぶん贅沢だった。あのサンドイッチとか。本当だね、ニブルヘイムは食材も豊富だったし料理自慢も大勢いたしね。美味しそうだったよね、あのサンドイッチ。ため息ついちゃった。ティファとの会話はちゃんと立ち止まって聞くやつ。あと一箇所くらいか。どこだ？あれか。やっぱコマンダーを最初にね。コマンダーを最初にやれば集合で早めにブリザラをやってもらおう。続け、冬眠の時間だ。よし、やるぞ。よし、出し惜しみはしない。もうバーストしてる。分かった、理想だ。よし、バーストした。攻めるぞ。ブレイバー、このケチラ。なめるんだ、地球。倒せ。チレ、いいぞ。悪いな、落ち着いていけ。さあ行くよ。あれ、勝負あり。これで最後だね。ジムに戻ろっか。ジムに戻ろう。マッスル合宿場に報告。でもこれで終わったら簡単すぎるな。まだ出てくるのかな。スクワットしてる。おお、クラウド君、ティファ君、モンスターを退治してくれたんだって。うん、ありがとう。これで心置きなく筋トレができる。いや、よかった。あの、あ、もしかして、アミーナ。先輩たちを筋肉対決で負かしたのってあなたですよね。ああ、バレた。え？おい新人、聞き捨てならないぞ。でも本当のことですよね。グンヌ。グンヌ。ティファさんですよね。私ティファさんの噂を聞いてそれでジムに入会したんです、ね。そうなの。ああ、私だけじゃないんですよ。ほら他にもこんなにいっぱい。みんなティファに憧れてんの。ティファ君のおかげで女性の会員がうんと増えた。とても感謝している。ありがとう。そんな、私は別に。ティファさんは私の憧れなんです。それで、あの、私と腹筋勝負してください。はい、またやんのか。結局アミナ君、腹割って話そうぜって。君を目標に鍛え続けてきたんだよ。だから手合わせしてやってくれないか。なるほど。そうだな、アミナ君に勝ったら報酬を上乗せするってことで。結局ミニゲームやるんだね。あ、でも前はスクワットだったもんね、腹筋じゃなくて。L2 R2 L1 R1 鍛え上げた腹筋で競い合うゲーム。腹筋ガイドマーカー入力タイミングでボタンを押して相手より多く腹筋しよう。途中からガイドマーカー消えます。ティファの動きを見てボタンを押そう。同点の時は負けになる。黄色の連打ガイドマーカー、L2R2 を連打。しかも腹筋回数進むとボタン押しに重み加わってかなりのマッスルパワー。そうなの？黄色の連打。あれはどうやってわかんの？黄色の連打タイミングわかんなくない？ガイドライン消えちゃったら。ティファの動きを見て察するしかないのか。ああ、なるほどね。うーんってやった時が連打のタイミング。やだな、私、これ。連打しづらいぞ、R2 と L2。まあ、いいか、やろう。入門でスピードドリンク。はい。とりあえずやってみよう。なんか十字キーとかの方が良かったな。手加減なしでお願いします。手加減してほしい。手
加減お願いします。モノラケモンコマッスルワンダフォー見とれちゃうね。乳酸がたまらないのか。ここだけ見えんの。あ、間違ってる、間違ってる、ミスった。落ち着いて。へえ、ちょっともう一回やり直していい？やり直す人最近知ったんだ。ワクワクしますね。これはダメだって思ったらやり直せることを。まだいけるのか。恐れ入ったよ。さすが殿、切れてやがる。こっちが勝つんだ。ビューティフル。腹筋が歌っているんだ。マッスルワンダフォー。腹筋の声を聞いてこい。いつだ。見とれちゃうね。まだいけるのか。見せつけやがって。バッチリだよ。いいね、美しい汗だ。ただごとじゃないぞ。よし、勝った。やっぱすごいな。やっぱこの鳥がやだな。あとやっぱね、だんだん重くなってくるね、トリガーが。すごいな。あなたもいい勝負だった。ティファさんは私のみんなの憧れなんです。その美しさに血の滲むような努力が見えるから、私も頑張らなきゃって思うんです。そうか、私なんて。うん、ありがとう、嬉しい。あのティファさん、よかったら私の師匠に。師匠。ダンカン師匠の弟子になった方がいいんじゃない。ぜひ僕からもお願いするよ。弟子ができるの。たまに顔を出して彼女を見せ。そういうことか。今入門だったから中。いいんじゃないか。中級上級みたいなのが。私でよければ挑戦できるのかな。一緒に鍛えようね。え、何今の声。師匠だって悪くない。 あいつ男なのか。実はモンスター退治の報酬やった。約束通り上乗せしておいたから受け取ってくれ。二人とも鍛えたくなったらいつでもおいで、おいで。あー、ティファの好感度が上がった。みんなユイがレベル上がったぞ。そんで多分師匠、修行の成果を見てください。入門編、あ、入門で初級中級上級があるのか。ちょっと待ってね。なんか今さ、こいつも話しかけられる。今日の俺は切れてるぞ。こいつとも戦えんの。新たなボタン入力方法、半押しで耐えた後押し込むが追加された腹筋勝負。筋肉の喜ぶ声、マッスルハーモニーを感じながら相手より。お、これも腹筋対決なんだ。エルニアールには半押しで耐える。どういうこと？ゲージマックスになったら押し込む。あー、なるほどね。難しそう。これも？あれ、これ入門クリアしてんな。前腕とどっち？どっちでもいいのかな、これ。ちょっと待って。ということは他にもある。そんなことない。ちょ、前腕とやってみるか。パワーアップした俺の筋、見せてくれ。勝負しよう。さあ、かかってこい。すごい、ずっとヘリコプターの音する。
逆だし回り方勉強になります。ビューティフル、乳酸がたまらないのか。早かった。相手も倒れている。綺麗だよ2人とも。さすがです。来た、いや来たのに。今一回痛かったな。マッスルワンダフォー。恐れ入ったよ。むず難しいこれ。切れてやがる。もう一回やりたいよ。バッチリだよ。ちょっと待って、ひねりつぶしてやる。よし、逆にひねりつぶしちゃおうかな。見せつけやがって。ビューティフル。勉強になります。マッスルワンダフォー。ほらもっと体を追い込んで。綺麗だよ二人とも。さすがです。乳酸がたまらないのか。勉強になります。ハイレベルな勝負だぜ。見とれちゃうね。完璧です。切れてやがる。バッチリだよ。勉強になります。乳酸が足りないのか。全然勝てた。なぜだ。なぜだ。いい汗かいたね。初級ランクの景品受け取った。3等に挑戦できるようになった。やっぱそうか、挑戦するやつによってこう変わっていくのね。3等やるか。はぁ、まだいけるのか。完璧です。うわ、腹筋が歌っているようだ。ビューティフル。さすがだな。さすがです。ただごとじゃないぞ。バッチリだよ。勉強になります。さすがだな。見とれちゃうね。完璧です。腹筋が歌っているようだ。綺麗だよ二人とも。さすがです。まだいけるのか。恐れ入ったよ。勉強になります。よし勝った。 Oh no! だったたー。次もこの調子。よし最後だな。ビューチャクラさん、俺の負けだ。ジーナに挑戦できるようになった。ジーナ行くか。一緒に筋肉の調べを奏でようか。難しそうだなこいつ。完璧です。さすが殿。乳酸がたまらないのか。勉強になります。ただごとじゃないぞ。見せつけやがって。さすがです。マッスルワンダフォー。腹筋が歌っているようだ。完璧です。切れてやがる。さすがだな。勉強になります。
乳酸がたまらないのか。まだいけるのか。さすがです。気をつけやがって。勉強になります。ただごとじゃないぞ。切れてやがる。マッスルワンダフォー。腹筋が歌っているようだ。乳酸がたまらないのか。あら、さすがです。さすがだな。どうです。勝ったー。あぶねえ、太鼓。よしよしよし。難かったな、これ。わあ、チャンピオンベルト。君は本物のアスリートだ。いやー、よかった、本物のアスリートなれて。いや、これも一生終わんないかと思ったわ。君も汗をかいていくかい。これでこれ以上はないね。オッケーオッケー。よーし、ここはもう終わりだ。オッケー。そしたら一回戻ろう。